味しい食べ方って何か。美味しい食べ方、おすすめの食べ方。がっつりですね。はい、まずがっつり、まあ、あのカンドラみたいに食べるのスプーンでご飯をガッツッといって、はい、もう混ぜるんですよね。ビビンバなんかはこのナムルを使って。そうです、これで十分ですね。卵乗せたかったら、あ、もう温泉卵で十分ですよ。あ、はい、下手になんかね、あの目玉焼き焼くとかね、そんなんですよ。今やったらもうスーパーで温泉卵買いました、はい、それポトンと蒸し、石焼き部分は風にしたかったら、はい、フライパンでご飯焼いてね、フライパンにちょっとごま油引いて、はい、ご飯を引いて蒸す、で、おこげができた頃に、はい、ナムル上から乗して、混ぜて、で、茶碗に入れて、はい、温泉卵をポトンと蒸して混ぜて、石焼きはできる。あの鍋が、鍋というか、あの器がないとできないと思ってました。そう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 、石焼きのイメージだけど、フライパンで、ね、なるほど、お米を作って、はい、できますね、はい、で、ちょっと香ばしいでね、キムチがあって、はい、焼き肉してもらって、はい、まだそれで足らんかったら締めるレンゲ、ね、